経営のヒントプラス第590回目お届けいたします。こんにちは、福田紀子です。小島です。よろしくお願いします。お願いします。では今日の質問です。いつもポッドキャストを楽しく拝聴させていただいております。私は現在50代です。数年前から漠然とですが、老いに対する恐怖を感じるようになりました。小島社長は老いに対する恐怖みたいなものはありますでしょうか。またもしそのような恐怖を持たれているのであれば、どのように数十年後を考えられているのかお教えいただけますと幸いです、といただきました。はい、ではまずはお知らせです。はい、私ですね、株式会社 e メディックという会社をやっておりまして、この株式会社 e メディックというふうに、Google で検索していただきますと、私の、スーツを着ている写真が出てくるホームページがあるんですけど、そこの中にですね、はい、私が過去にやりました動画2本を無料で見れるという企画をやっております。はい、で、1個目がですね、 99% 失敗しない新規事業の作り方という、120分の動画になっておりまして、新規事業をゼロから異業種でどんどん作っていくというような、そういう考え方をお話をしております。で、2つ目がですね、社員1名コネなし事務所なしから運や偶然性を排除し、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を大公開ということで、私が13年間どういう戦略でやっていって今に至っているのかという、はい、そういう考え方ですね、はい、1個目の新規事業の作り方がテクニック、うん、この2つ目がですね、その事業っていうのをどういうふうに考えていったらいいのかという、ちょっとその戦略というか、はい、そっちの部分について、この両方とも120分なんで、2つ合わせると4時間のものですけど無料で見れますのでぜひ、見ていただけると、このポッドキャストの内容がより理解できると思います。はい、はい、でもまだ見てないっていう方いらっしゃったらもったいないんで、もう本当に早く見てください。はい、では今日の老いに対する恐怖という質問ですが、はい、恐ろしいぐらい恐怖を持ってます。本当ですか。やばいっす。もうね、恐怖を持ちすぎて、はい、もうみんなに、いや小島さん 4,5 年後に死ぬと思ってないっていうぐらいビビってます。へえ。僕もそうなんですよ、はい、もう僕の将来の目標ってよく聞かれるんですけど、はい、安定した老後と何歳になっても自分の足で階段を上りたいっていう、僕それだけの目標は他あります、目標で。僕あれですよ、100歳になっても、うん、階段をダッシュして、 ひ孫の孫ぐらい、やしゃごっていうんですか、ぐらいが、うん、じいちゃんやべえなっていう感じになりたいっていう、それしかもはやないぐらい、何にもしないと寝たきりになっちゃうだろうし、経済的に困っちゃったりとかっていうのも怖いなと思って、ビジネスを1個だけだと潰れる可能性あるじゃないですか。で、2個だと2個ともたまたまやられる可能性あるじゃないですか。はい、で、インターネットビジネスで何か広告出せなくなるとか、何か起こるとダメだと思って店舗もやったりとか、はい、あとそもそも自分のビジネスの考え方が間違ってたらやばいなと思って誰かに出資だけするとかっていうのもやりましたし、はい、結果そういう何十社になっちゃったというだけなんですよ。小島社長、そのなんか恐怖みたいなっていつぐらいからあったんですか。13年、4年前です。まさにそれで、一人だと終わるなと、何かあった時に。はい。うん。なんで、もともとのきっかけは、石原さんに、よくもうこの話は、してますけど、一人目を紹介されたと。うん、で、それは、石原さんと当時話をしてた時に、はい。当時は、収入すごいあったんで、うん、すごいって言っても、月収で1000万とか2000、最高で月収2000万ぐらいですけど、うん、半分税金で持ってかれたとしたって、結構いろんなもの買えるじゃないですか。はい。はい。なので、いいなと思っていたんですけど、でも、ふとこれ、そもそもがずっと続くかなと思ったんです、うん、うん。で、石原さんとそのぐらいの時に起業して、4、5年目で知り合って、で、現実続かなくて、その、
約まあ1000万2000万あった収入をやってたビジネスを本当に潰してしまったんですよ。はい、その頃にもう潰したしたら、まあ、5年10年だったら生活もできるしっていう状態でどうしようかなと思ってた時に、それ辞めて半年後ぐらいに石原さんと知り合ったんですよ。うん、はい、その時に石原さんと話していたら、いやそれは一人でやってたら、うん、それはもうだって現実、まあ、潰れていないですけど、はい、トラブルで辞めたんですよ。はい、だって別に赤字にならなくたって何かあったってそういうトラブルでほら辞めちゃった、辞めることになったでしょと、うん、ってことは、あ、意外と、うん、一人でやってるってリスク高いんだなってその時思ったわけです、ね。でもじゃあ石原さん、その僕と当時その健康食品とかいわゆる物販やってたんです。はい。ということは、あの、じゃあ物販じゃなくて違うのをやった方がいいですかねって、そういうことじゃないと。うん、それって小島くんが やってるんだから一人で、うん、同じだよっていうふうに言われたわけです。はい。あ、業種変えるとかって意味じゃなくて、自分一人でやってるってことがリスクなんだってことが分かって、でもなんか人なんか入れたくないんですよって話をしたら、うん、あの、よく人を入れられない最大の、まあ、ポイントというか、うん、あの、要因はその私もそうだったんですけど、うん、なんか自由気ままにやってたんで、うん、社員を入れた瞬間、まあ、当時事務所なかったんですよ。はい、はい、で社員を入れるために事務所を構えたわけですよ。はい、でそこに行かなきゃいけないんですよ。はい、もはや意味が分かんなくなったんですよ。自由だったのに。自由だったのに出社してるっていう。うん、はい、そう。で、抵抗があったんですけど、その抵抗よりも、一、うん、人でやって最後どうにもなくなった時の方が100倍辛いよって言われて、うん、はい、それでもうしょうがないからもう俺が紹介してやると。はい。一人と。っていうのが最初だったんですよ。その辺から考え始めたんです。あとはもう一個は、うん、あの、僕は、まあ、あの、三つ僕考えてることがあって、はい、一個目がそういうその、今言ったような、まあ、経済的な面ですよね。はい。で、もう一個が肉体的な面。はい。あとはもう一個はメンタルとか精神的な面なんですけど、はい。あの、まあ、一個ずつ話としてから、まあ、もうちょっと深掘りをしていきたいんですけど、はい、肉体的な面に関してはですね、うん、あるきっかけがあって、はい、僕、あの、健康に目覚めたんですよ。はい。6年ぐらい前なんですけど、はい、健康人間ドックやったんです、うん。で、僕結構高い人間ドックやってるんですよ。毎年、うん、まあ、40、50万ぐらいするような。うん、はい、はい。で、その代わり、はいはい、あの、全部、あの、優先的に、うん、全部を見てくれるんで、あの、検査に丸1日入院しなきゃいけないやつが 4,5 時間で終わるんですよ。はい。で、それをずっと毎年やってた。あの、まあ、やり始めた2年、3年目ぐらいに、はい。もうその日のうちに結果がほぼ出るんです。だから例えば、うん、あの、MRI とか脳のね、CT とか、あの、断面でやるじゃないですか、うん。その結果がお会計の時にもうほぼ出てるんですよ。はい、お医者さんの裏でもう、あの、その画像を見てて、うん、その時に、まあ、お医者さんが3年目かな、あの、まあ、多分6年ぐらい前なんですけど、その、2回ともですね、ああ、コレステロール高いですね、とかって言ってたのが、むっちゃ真顔なんですよ。うん、え？と思って、うん、肺に影がありますと。はい。で、あの、でも大丈夫って、うん。でも大丈夫って言われたんですよ。うん、どういう意味だと。はい。でも大丈夫って言われて、あの、で、あの、紹介状を書いてあげるからって、何もまだ内容言われてないんですよ。うん、で、うん、僕聞いてない、何も聞いてないのに、あの、自分の知り合いで、肺がんの第一人者の先生が慈恵医大にいるからと。うん、そこで初めて肺がんって言葉が出てきた。え、どういうこと、はい、はい。で、紹介状を書いてあげるって、たっと見たら書いてあるやつに、なんか、5ミリか1センチのなんかの影があって、それが肺がんかどうかの二次検査が必要っていうのを書いておった。うん。その、え、と思って、はい、で、あの、2週間後に慈恵医大かなんかのその紹介状を書いてもらって、そこの病院に、うん、大学病院に行って、うん、なんか日本で一番精度が高い、当時のね、MRI みたいなやつがあるから、その先生にその紹介状を書いてあげるから行けと言われて、はい、もうそこからその2週間のテンションの落ち方と言ったら、やばいっすよ、これ。やばい。はい。やばすぎて。はい。はい、で、いろいろネットで調べるわけですよ。はい。うん、そうすると、うん、で、初めてですね、あの、5年後の生存率とかですね、うん、
QOL っていう言葉ですか、クオリティオブライフっていう言葉とか、で、がんに関係する本も10冊、20冊ぐらい読みましたもんね。読んだんですよ。はい、だ結果的なんですよ。はい。行ったら、何にもなくて、ただの炎症だったっていうことで、まあ、オチは終わるんですけど、はい、その10日間か2週間の間に、あ、これ、そういう病気になると、もちろん、まあ、治るかもしれないですけど、うん、分かったのが、病気とかになった瞬間に、うん、もう生きてるだけで丸儲けみたいな方に思考がいっちゃうんですよ。うん、だから、うん、もう、いくら儲けるとか、まあ、生活できなかったら別ですよ。できてたら、はいはい、どうでもよくなっちゃうっていうことが自分で分かったんです。うん、はい、もうね、CPA とかどうでもいいわけですよ。そんなの。なっちゃうんです。なっちゃったんですよ。はい。はい。なんで、うん、あ、健康大事なんだと思って、うん、で、筋トレとか、そういうのをしたら、うん、割とね、ずっと健康でいられるっていうような本に書いてあったのがいっぱい。だから僕はその検査で大丈夫だったら、筋トレを始めようと思ったんですよ。で、大丈夫って言われた、もうその時系医大を出た瞬間に、その日の午後に、筋トレのパーソナルの体験にもその日に行って、はい、そこから始めたんですよ、その日から。それが6年前なんですよ。うん、なので、そういうきっかけがあって、まあ、食事、運動、睡眠っていうのが結構大事なんだなっていうのを、はい、まあ、学んだんですね。はい、うん、なので、老いに対するという、老いというよりも、うん、なんか、あ、病気になると結構、うん、メンタルがやられるタイプなんだなって自分で分かったんですよ。そう、だからなんですよね。はい。はい、病気かもで、メンタルが病んじゃったみたいな感じですよね。はい、いや、結構ですね、肺がんかもしれない二次検査というか再検査までの、しかも大学病院で、日本一のその権威の先生がいるから大丈夫っていう励まし方されたらですよ。はい。へこみません？あれっていう。笑い事じゃないです。そうなんです。ごめんなさい。なんで笑っちゃったんだろう。結果オーライだったんですけど。はい。そう。じゃあね、6年ぐらい前、もっと前かな、7年前かな、6年、7年前なんですよ。はい。そういうことがあってから、うん、割と気をつけるようになったというか、そこからはもう毎月血液検査に行ってますし、なんか異常ないかなと思って、うん、別に、で、これ賛否両論あるんで、別に人間ドックって行かない方がいいっていうようなお医者さんとかもいるんで、うん、別にね、それを押し付けてるわけじゃないんですけど、うん、やっぱり、僕はそういうふうに毎月血液検査に行くっていうことで、やっぱり気をつけようってなるし、はい。はい、まあ、ちょっと今、しかもコレステロールもですね、高い、僕は高すぎるのは嫌だと思うんですけど、なんか違うお医者さんの本だと、コレステロールってちょっと高い方がなんか長生きするっていう人も、お医者さんもいるんで、どれが正解かって分かんないじゃないですか、健康って。うん、なんですけど、ただそれをきっかけに、すごい気を使うようになったというか、ただですね、食事に関しては僕は甘いものとかが好きなんで、あんまり3食体にいいものは正直食べてないんですよ。で、なんとかして、昼か夜、どちらかは、体にいいもの、はい、で、どちらかはジャンクっていう感じです、基本的にはもう。はい、僕。甘いものを好きなんですね。はい。だって、この、ヒコさんが来る10分前までラーメン食べてましたもん。糖質もバッチリみたいな。はい、美味しいですもんね、ラーメン。ただ、タンメンなんです、それが。で、上に野菜が乗ってるんで、僕はもう野菜を食べてると思ってるんですよ。で、たまたま麺がちょっとついてるみたいに思ってるんで、なんで、食事はそこまでじゃないですけど、僕気を使ってるのはこの運動と睡眠ですね。運動はめちゃくちゃしてます。はい。まあ、めちゃくちゃって言っても1時間半ぐらいですけどね。ジムに行って、基本的に何か、体が疲れすぎてるとかっていうふうのない限りは、だいたい朝7時台から9時ぐらいまでは、僕、もう、ほぼ、雨の日も風の日も、ジムに行ってるんですよ。で、筋トレ30分と有酸素60分やっていて、それも、マッチョになりたいわけじゃないんで、はい、いわゆる、どん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 重いバーベル上げていくっていうんじゃないんですよ。うん、足腰が弱らないようにっていう、はい、そういう筋トレです、僕やってる。それのみ。あとは、有酸素運動も、その、肺とか心臓の、が衰えないようにっていう。だからもう、衰えないようにってだけでやってるんですよ。うん、で、じゃあ、
よく言われるのが、そのモチベーションで、なんでできるのって言われるんですよ。僕、まあ40代半ばですけど、その年で足腰が弱くならないっていうだけで普通できないでしょって言われるんですけど、これ僕、その時間に、僕は投資とかの YouTube とか、まあ、もともと投資が大好きなんで、はい、そういうトレーダーとかの人の、まあ、YouTuber とかいっぱいいるじゃないですか。そういう人とか、あとはその、今日の、為替の相場どうのこのとかっていうような、そういうような動画大好きなんですよ。で、もう、一日中それ見てられるんですよ。でも、一応仕事をしてるんで、ここのその、ジムにいる時間だけ、そういう YouTube をずっと見るようにしてるんですよ。これ別にネットフリックスとか、そういう海外ドラマでも何でもいいんです。はい。それやってると、見てると、飽きないですよ、全く。いや、飽きないですね。YouTube 最高なんですよね。はい、で、はい、昔ですね、これね、石原さんと一番最初に YouTube をやった時に、脳を鍛えるのは運動しかないっていうのを紹介したと思うんですよ。はい。なんで、これまさに、しかも僕が見てる、動画というか、投資の動画って、そのマインド的な話じゃなくて、かなりテクニックとか、ちょっとかなり頭使うような内容ばっかり見てるんですね。なので、で、運動してるじゃないですか。はい、でやっぱり、なんかその、頭に入るのがすごくいい感じがするんですよ。あとは、まあ、たまにですけど、ビジネス系も見てます。はい、なんで、そういう系を見てるんで、純粋に勉強する時間に運動してるっていうか、なのでこのセットにして、もうそこの中だけでしか見ないっていうようにしてったら、気づいたら1時間半から2時間いるようになったっていう、そういう感じなんですよ。で、あとは、睡眠ですね。はい。はい。これは他のどこかの回でも話していると思うんですけど、はい、もう7時間以上は最低寝ると。で、なんか、日本人でしかも、30代とか40代の、まあ、いわゆる、まあ、今そういう言葉があるのか分かんないですけど、働き盛りみたいな、はい、そういう方ってなんか、6時間も切ってるぐらいらしいですね、平均睡眠時間。で、なんか、6時間切った次の日って、お酒何杯か飲んだ状態ぐらい、頭が朝からもう、ちょっとバグってるというか、らしいですよ。で、徹夜した後って、酩酊状態と同じぐらいバグってるらしいですよ、もう。はあ、はい、そうなんですね。うん。で、僕6時前も5時台に起きてるんで、毎日。すごい！そうなんですよ。で、めちゃめちゃ早寝早起きなんですよ。はい。うん。なので、あと枕とこのマットレスと、これ前のどこかのポッドキャストで言いましたけど、多分あと部屋の明かりを真っ暗にするのと、スマホのブルーライト、画面の明るさをもう、見えるか見えないかぐらいまで暗くして、それでも真っ暗って見えるんですよ。はい。あれだけでもだいぶ睡眠の質変わるらしいんで、この食事、運動、睡眠っていう、この3つを、僕の場合はちょっと食事はもう、いまいち感はちょっと若干ありますけど、はい。運動と睡眠ですかね。はい。を何とかして、死守するっていうことを、もう仕事よりはもう、運動、睡眠の方を僕仕事より優先。してるんですよ。だから睡眠の時間を確保して、8時間だったら8時間、まあ僕7時間半ぐらいですけど、8時間だとしたらもう16時間で生きてると思って、16時間の中で考えるっていうような感じにしてるんです。そこ天引きしてから、その自分の時間を何やるかを考えるっていうぐらい、先にこういう運動するとか睡眠をとるとかっていう方を先に、時間を確保してから、まあ日々を過ごすっていうことで、まあ、これも一個の、老いに対する、はい。で、ジムに行くとですね、はい、80歳ぐらいのおじいちゃんなんですけど、バッキバキに筋トレやってるじじいがいるわけですよ。僕、そういうふうになりたいんですよ。はい、ちょっとね、もう死にそうな感じでやってて、この人いつか倒れんじゃないのかなっていうぐらい追い込んでるんですけど、はい、多分、パッと見、70後半から80代なんですよ。うんうんうん、でももう、ガタイもいいし、うん、もちろん80歳からシュワシュワなんですけど、ちょっと異様な体してるんですよ。なんて言うんですかね。なんでそういうおじいちゃんになりたいなと思っているんで、
なんとかして、まあまあ、それはおそらく老いというか、老いなのか死なのか分かんないですけどね。うん、そっちに対する何かその恐れから絶対来てるんですよ。うん、で、もう一個が、この精神的なケアというか、うん。はい。で、これの僕一番思ってるのが、100歳まで長生きを仮にですよ、ものすごい お金もかけて、いろいろな、なんかその最新の医療とかで生きたとしても、うん、友達が全部死んでいて、はい、友達がいないっていうのは結構これはきついんじゃないのかなってこれやっぱ思うわけです。はい、なので、うん、まあこれも、まあ当たり前の話なんですけど、家族とか、うん、例えばその自分がビジネスをやってんだったらビジネスパートナーとか、その社員とかその他仕事で関わってる人っていうのを大切にするっていうのは結構、まあ大事なんじゃないのかな。はい、結果的に、うん、何かあった時に、そういう周りの人が味方になるかならないかっていうことが決定的になんか、なんと、そこを抜け出せるかどうかのなんかポイントというか、はい、自分一人で解決できるって、本当に窮地に落ちると無理だと思うんですよね。うん、はい。だからそういうのと、あと、これ、もう一個意外と大事なのが、うん、同い年ぐらいとかね、学生時代からの友達とか会社の同期とかっていうことじゃなくて、はい、思いっきり年下、思いっきり年上、うん、異業種、うん、全然違う業種、うん、で経営者って経営者としかつるまないんですよ、うん、じゃない人も含めて、はい、っていう、そういうなんていうんですかね、そういう人たちと、うん、まあ経営者でもいいんですけど、年が離れていて業種が違ったらもう別の、うん、別じゃないですか、うん、そういう人と、うん、もうジョイントとかって話じゃなくて、関わろうっていうのがすごい大事だなと思ってるんですよ。うん、なので、まあ、結果的にまあ、こういうふうになると思ってなかったですけど、この石原さんがやっていた神経戦略塾の、はい、もう講師を引き、まあ、継いだことで、はい、まあ、紀子さんともここに喋ってるわけじゃないですか。うん、で、いろんな、その、毎月講師で来ていただける方とか、うん、もしくはその塾生の一部の方に僕コンサルをやったりとかいろんな交流があるわけですよ。はい、なのでそういうその人脈っていう、もんなんかわかんないですけど、そういうのの質も量もどちらも圧倒的に増えてきたんです。うん、であとは今年に入ってからですけど、うん、僕去年まで、あと別にコロナの前もそうですけど、うん、誰か新しい人と、例えば仕事関係でご飯に行くって多くて年一。やっぱり行かないっておっしゃってましたもんね。そうなんですよ。年一で忘年会なんかもゼロですからね。そうなんですよ。はい。ぐらい、そういうの好きじゃなかったんですけど、うん、いや、それはやっぱり良くないなと。なので、誰かと交流するっていうことを、うん、なぜかですね、コロナになってから積極的にやっているっていう。うん、まあ、あれですよ、もちろん2、3人ですよ。うん、はい。いいとこ。はい、まあ、さすがにも4人、5人、6人っていうのはないですけど、うん、はい、数人でっていうのを、まあ、あれですね、その、食事まで行かなくてもお茶でもいいし、ズームでもいいんですけど、うん、そういう交流っていうのを、意識してやるようになってから、うん、考え方がですね、なんだろうな。ですね。いろんな人がいていろんな考え方があるんだなっていうのは前から思ってはいたんですけど、はい、特に最近、本当に経営に関してもいろんな考え方があるし、生き方そのもの、うん、さっき言ったような、ある、人間ドックの話で、中には、タバコ吸いまくってて、はい、いや、もう人間ドックなんか行かないし、もう好きなことやって死ねれば本望って本当に思ってる人いるわけですよ。はい。なんで、それはそれで、なんか、いいんだなっていう。うん、例えば、そのワクチン打つ、打たないも、もうそうですし、なんか、いろんな考え方があって、うん、なんだろうな、全部自分とほぼ考え方が同じ人だけで集まってるっていうのは実は危険だなっていうのも分かったんですよ。はい。そう。なんで、その友達っていうのがもう、考え方も背景も全部違うんだけど、なんか緩く繋がってね、一回二回会うっていうような友達みたいな人たちが結構いるっていうのが、はい、自分の視野を広めるっていう意味でも大事だなっていうので、この精神的っていうのが3個目で、この経済的、肉体的、精神的っていう全部に対して、僕は全部ですね、その物事を、複利で考えてるんですよ。はい。投資の話の時にはしたと思うんですけど、僕はいきなり倍になる投資っていうのはあまり、いきなり倍になるってことはいきなり半分以下になるってことなんですよ。もしくは全部吹っ飛ぶっていうことじゃないですか。はい。なので、そういうのってあんまり意味がないと思っていて、まあ投資なんて
年 7-8% なんで、10年後で倍ぐらいじゃないですか。でも着実に複利で増えていって、5年、10年、20年したら一気に最後上がるみたいな、そういう考え方が良くて、そうすると老いるんですけど、年取ってくれば来るほど安定してくるというか、で食事とか運動とか睡眠も全くそうで、それもちょっとずつやってると、で僕の例えば運動なんて、僕のって筋トレって言っても正直ただの運動なんですよ。トレーニングってほどでもないんですよ。でもそれをずっとやってると、これはまあ僕はいろんな本を読んで、そういうまあ僕がコンサルをやってる人にも何人もお医者さんとか開業医の方がいるんで、そのを聞いてもそうなんですけど、やっぱり筋肉って何歳からでも増やせるらしいんですよ。だから例えば60代70代の人で寝たきりに なってる人でも、そこからまたリハビリすれば歩けるようになるってことは筋肉復活するわけじゃないですか、っていうように、何歳になっても筋肉がまあ増やせるっていうことは、ちょっとずつずっとやっていけば、その複利でちょっとずつなんかそういう貯金ができて増えてるのかなと。でこれ精神、こういう人を大事にするとか、そのつながりをっていうのも1ヶ月2ヶ月1年だと知れてるかもしれないんですけど、それが5年10年ってなってくると全部なんか複利で増えていくっていう考えると、10年後20年後のかぐわっと一気にいい方に来てるって考えると、老いっていう事態がそこまででもないんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。はい、なのでなんかそのこれも考え方ですけど、僕はなんかね、こういうのって生きていくのでマラソンだと思っていて、自分のペースでマラソンで走ればいいかなと思って、なんかね、その短距離で 1,2 年だけで一気に走っても、そこで力尽きる人いるじゃないですか。はい、僕は そういうのよりは、今言ったような一個ずつは大したことないことなんですけど、その複利で増えるようなことに何か意識を向けるっていうのは結構大事なんじゃないのかなと思いますけど、彦さんどうですか、そのこういう老いとか、はい、こういうあとなんか老後2000万円問題とかいろいろあるじゃないですか。はいはいはい、私はなんか、まあ、人って致死率 100% じゃないですか。なのでどっちかっていうと生き残るリスクが怖いですよ。なんか早く死ぬ分には別にいいかなって思っちゃっていて、なので、とにかく生きてる間がなんかこう楽しかったらいいなみたいな風に思ってますと。で、なので長生きして寝たきりになるとか、なんか長生きしてなんかそのなんかこう運動できなくなるとかの方が嫌だなと思ってて、だから、肉体的な目標は80歳のおばあちゃんになっても、ハーフパイプぴょんぴょん飛べるとか、なんか20歳ぐらいの子と一緒に、滑ってられる体力は欲しいなと思ってます。だけどやっぱり本当なんかここ最近腰が痛くなるとか、やっぱ着地の衝撃が強すぎて、すごい腰とかに来るんですね。だからこれを維持するって結構大変っていうのはね、思いました。であとやっぱり身近な、割と身近な人が亡くなったりとかするタイミングのちょっと前とかに、例えば今年の出来事なんですけど、なんかそのね、それこそレントゲンで肺が真っ黒だったって、ね、言われて、もう本当危ないですからねとかってすごいお医者さんにこう脅されたとかって言って、出た方とか、年賀状はね、もう今年で最後かななんて言って、本当に最後だったとか、なんかそういう、こう場面に出会ってきたので、なんかそのなんかこう病気になっても事故になっても別にいいんですけど、なんかこうね、ギリギリぐらいまで好きなことはやりたいなっていうのを。でじゃあその好きなことって何なのかっていうと、私は多分一番好きなの読書なんですよ。なるほど。なので、まあ、読書そんなに体力はいらないかなとかっていうのはあるんですけど、まあそのなんか滑ったりはしたいなとは思ってるので、そこの部分と、じゃあその本を好きなだけ、まあ、読んでいられたらいいなって、そのベースになるような経済的なものは欲しいけど、っていうのはありますね。だからなんか年を重ねて一人ぼっちでそれこそなって動けなくなった時に、なんかお金もなくなったらそれは恐怖。
そうですよね。そっちはね、恐怖だなと思いますね。2000万円問題じゃないですけど。うん、そうなると、やっぱり僕は毎月、まあ、みんなどの投資家で YouTuber も同じこと言ってると思うんですけど、毎月結局、決まったものを、積み立てをしていって、いわゆるドルコスト平均法みたいな形で、でしかも、どの国が、まあ、なんだろ、要は中国だ、インドだとか、もう場合によってはもう2、30年後はアフリカが一番人口増えるとか、もういろんな人がいろんなこと言って、まだいや、30年後はアメリカだとかって、まあ日本だっていう人はあんまりいないですけど、言っているんで、どこがいいかわからない以上、もう全世界の株式とか、そういうリートって言われるその不動産とか、あと債券とか、そういうのにまんべんなく、しかも、いつ上がるかいつ下がるかわかんないんで、毎月積み立てていって、2、30年後って、っていうのを楽しみに待ってる方が、でしかもそれってその時点で全部使わないんで、じゃあ30年後もうさらに運用されてるわけじゃないですか、はい、今からの1年2年よりも30年後から31年後32年後って増え方が全く違うじゃないですか、なんでそのなんかですね、だんだん年を取れば取るほど楽になっていくっていうような生き方がいろんな意味で楽になっていくっていうふうにしたいなというふうに僕は思っていて、はい、私小島社長からやっぱりこうなんかすごい刺激を受けたことでは、うん、はい、なんかこう1億数千万円とかをもし手にしたら、うん、もうがっつりプライベートバンクにそのままポンと入れて、うん、あとはもう元本減らないように利息だけで生活できるような、別に派手な暮らしはせずに、うん、でそれって理想だなとかって最近すごい思うようになって、本当僕なんで会社の売却っていうのを僕なんで進めてるかっていうと、はい、そのいわゆるファイヤーと言われてるような、その本とか出てるじゃないですか、で5万円とか10万円、ちなみに10万円年利 7% で回す と、確かですね28年か32年かぐらいかかるんです、1億以上にするのに、複利でですよ、はい、35年とかきつくないですか？僕75ですよ。きついですよね。そうなんですよ。やっぱりちょっとね、現実的じゃないし、しかも、その間10万円とかの収入を回せるっていうことが30年ここから雇用、勤めてる人だったら雇用が続いてるっていう前提なんですよ。それってだいぶ楽観的じゃないですか。わかるのって3年5年だと思ってるんで、だったらもう一気に勝負をかけて、3年から5年で、まあ、自分の役員報酬も含めて3000万ぐらいから、まあ、よく言えば4000万ぐらい利益を出して、で、それを4、5年分の、かける4、5年分で、やっぱり2億ぐらいになりますよね、と。なので、80% 税金取られても 80% だと、まあ、1億6000万ぐらいになりますよね、っていうので、そこをまずそのプライベートバンクでもいいし、投資が好きならまあ自分で運用してもいいんですけど、まあ多分どっちもがいいと思うんですけどね。一部自分で運用で、一部はもうプライベートバンクで。で、その自分でやるやつは個別株みたいなやつでいいと思うんです。そういうふうにして、そこがもう、そこで一応老後とか家族とか、まあ子供いれば子供に迷惑かけないよねっていう状態でのなんか仕事をやればいい。はい。なんか、まあそれ本当なんか仕事が生きがい、はい、になったりとか、そうですね、そう、その趣味で出会う人にその幅があるとか、はい、年齢の幅があるとか、それはすごい楽しいことなんで、そうですね、そうなるとやっぱりその、ね、途中に会社を売却するっていうその株とか株式会社っていう制度の本当の凄さっていうのを、売却した時にしか、まあ、IPO と売却した時にしか株式会社の凄さって実感できないんですよ。はい、もう5年とかうまく下手すると7年8年9年10年でその業種によってはですけどね、で買ってくれる可能性があるわけですよ。通常10年なんてまずないですけど、それはバイオベンチャーとかちょっと特殊な業界ですよね、はい、ですけどそうじゃなくても 4、5年ではいけるわけですよ、であればなんかその株を持ってるというか会社をやってる本当の意味っていうのはもう一回僕はそれをですね、皆さんにお伝えしたくて、その、なんだろうな、まあ、そういう無料の、で見れますよという動画でも話してますけど、はい、で、それには新規ビジネスが作れないと成り立たないんですよ。はい。はい、あとはもう一個は、僕がすごい怖いなと思ったのが、僕は3月の、2020年のコロナは3月じゃないですか、はい、なんか、
もう日本でやばいなって言われて緊急事態宣言が4月ぐらい出ましたよね、うん、はい、そこぐらいからそのいわゆるベストセラー作家って言われてる方たち、はい、本を5冊10冊書いてる人たちの収入がもう激減したりとか、はい、もう瀕死の状態になったわけですよ、はい、結局企業研修が全部飛んだ、うん、講演がなくなった、うん、あとはそのセミナーも今までだったら大体そういう方って呼ばれるわけですよ、うん、もう呼ばれるも何もだってもう会社にみんな来ないくなっちゃったし、うん、はい、っていうともう収入10分の1なんて当たり前で10分の1もあればいいみたいな人たちが周りがいっぱいいて僕の周りでもそうなった時に個人だけでやってるっていうのが、うん、個人の名前で、うん、意外とリスクっていう、うん、だから早くその個人でやってるのが調子がいいうちに早く自分が表に出ないビジネスを保有するというか所有するっていう方も両方やっとけばいいわけですよ、はい、で個人は個人でずっと生きればそれはいいし、はいはい、っていうのをまあもともとはこういうその石原さんと勉強会を当初やるっていう目的がそういうことを、まあ、広めたいというかだったんですね、うん、多分それは全部もともとは老いというか年取った時に変な感じになっちゃったら嫌だなっていう恐怖から来てる、うん、全部が、うん、はい、僕多分誰よりもビビリだと思うんですよ。はい、そうなんです、ね。そうなんです。いやでもなんか本当にだから私は小島社長とか石原先生とかやったポッドキャストを通してね、はい、なんかお会いする、うん、この収録の日もめちゃくちゃ楽しいし、なんか一番勉強になってるなって思って。そうですか。はい、それぐらいなんで、もう本当このね、なんか小島社長の動画、うん、無料動画2本、セミナーの。はい、120分の ×2 e-medic って検索したら出てくるやつ、はい、もうこれ絶対見ていただきたいんでね。そうですね、はい、無料なんでそう、もうここを見たらね、なんかね、この今の話とかもだいぶ通じるかもしれない、ね、そうなんですよね。なんか本当ね、1、2年がなんかビジネスで当たるとかってもうどうでもよくて、逆にそこだけ一気にヒットしてその後もめちゃくちゃ落ちちゃうと、もうなんていうのかな、もうメンタルボロボロだし、うん、全部ボロボロになっちゃうんですよ。なのでなんかですね、本当にマラソンじゃないですけど、はい、うん、確実に、うんうん、あとはもうちょっとその長期的な視点で考えた方が結果的にいいんじゃないかなと。ビジネスチャンスってまあいいと思ったらすぐに行かないといけないんで焦らなきゃいけないんですけど、変な焦り方すると意外と人生長いような、その彦さんが言われたように生き続けてしまうリスク、そう、100歳まで死ねないリスクっていうのが、そうですよ、もう多分で出てきますよね。そうですよね、なんかうっかり120歳とか言っちゃったら本当、はい、困りますからね、 その時に。そう、死なないリスクってあるんですよ不幸な状況なのに生きてるっていうのはだから意識だけがある、うん、もう寝たきりとか、うんうん、で周りも人が全部自分の知り合い全部いないとか、うん、そうっていうのはやっぱりあんまりやっぱ辛いなと思いますね。はい、はい、程よいぐらいで死ねたらちょうどいいな。そうですね。はい。感じです。はい。なんかよくわからない話になりましたが、はい、今日は老いに対する恐怖、ね、お届けしました、はい。経営のヒントプラス第590回でした。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。